中華民国維新政府は、1938年3月28日に、南京で成立し、チャンスー省、石膏省、安岐省の3省と、南京及び、上海の両直轄市を統括していた政権。北洋軍閥系の要人であった、両鳥氏が行政院委員長として、政権のトップにあった。日本の中品派県軍が、日中戦争時に樹立した。 地方傀儡政権である。国旗には、中華民国の旧国旗である五色旗が使用されていた。他に、和平立て国の字の入った旗があったという。また、独自の通貨として花交渉業銀行券を発行し、支配地域で流通させた。日本政府は、中華民国維新政府はあくまでも、地方政権であるとし、河北の中華民国臨時政府を中央政権とする。 合併統一を速やかに促すという立場を取っていた。1940年に南京で王朝明が南京国民政府を樹立すると一新政府は臨時政府と共に3月29日に南京国民政府へと編入された。両大都市は南京国民政府でも要職を歴任したが戦後、小解析に簡々として捉えられ1946年11月10日に 死刑となった。維新政府は、省、道、県の産休制を採用した。1938年5月28日、省政府組織条例を発布し、省政府を維新政府の命令を受け省域を管轄する最高行政機関と定められ、また、国民の自由を制限、または負担の増加を行わない限り、維新政府の定める法令の範囲内で、独自の立法権を付与されていた。 また、同年6月28日には、同組織条例、県組織条例が、8月8日には、普通市組織条例を発布し南京及び上海に、市政府を設立させた。政府閣僚の多数は、北京政府で養殖を占めていた官僚や国民政府で、不遇を囲っていた性格であった。ありがとうございます。